ミケランジェロロッシは、イタリアの作曲家、バイオリニスト、オルガニスト、ジェノバ出身。セイロレンツ教会で、叔父のレディオロッシで音楽の手ほどきを受けた。1624年に、マウリツヨサボーヤ・スーキ教に仕えた。この頃に、マドリガーレ作曲家のシジズモンド・ディンディアと、鍵盤楽曲作曲家のジローラモ・フレースコバルディと、出会っており、支持した可能性がある。 この時期の彼のマドリガーレは、ディンディアの影響が色濃い。やがて、マウリツィオ・サボイアの宮廷を辞しているが、状況は不明である。その後、大貴族の盾をバルベリーニに使え、1633年に最初のオペラ、ヨルダンのエルミニアが、バルベリーニ宮殿の劇場で初演され、4年後に印刷符が出版された。1638年に2作目のオペラ、 アンドロメダがフェラーラで初演された。1649年にはすでにローマに戻っており、カミロ・パンフィリの元に滞在していた。生前はバイオリニストとして有名であったが、現在では鍵盤楽曲の作曲家として名を残している。特に半音階を駆使した銃のトッカータが著名である。様式的にはフレスコバルディ、カルロジェズワルド、 ヨハンヤーコップフローベルガーとの親近性が指摘されるが、その中で独自の音楽を形成している。ありがとうございます。